大統領に就任されるであろう方っていうのは GAFA を撲滅してもいいんじゃないかみたいなことをおっしゃってたりするので、ちょっとテック企業が少しだけ向かい風にはなっている。パカラッパカラ、皆さんこんにちは。まちゃんこと経済アナリスト馬渕真理子です。このチャンネルでは金融に関わる情報や株式投資のトレンドを皆様からのご質問にお答えします。馬渕さん、はい、トランプさんの銃撃事件がありまして、うん、ちょっと米国株の動きがちょっと不穏な動きになってるんじゃないか心配なので、そうですね、まあ、どんな動きになってるのかご解説お願いします、うん、はい、わかりました。アメリカのお話に入る前にエキスポね、資産運用エキスポをね、ありましたね。そう、皆さん来ていただいて、その感謝の言葉からちょっと伝えたいと思います。雨も降ってた中で、朝早い中でたくさん来ていただいて、本当に皆さん温かい眼差しでお話聞いてくださったのですごい嬉しかったですし、改めて直接闘病期間の御礼とかもお伝えできたので、すごい良かったなというふうに。結構いろんな人が来てましたよね。あ、そうですね。幅広い年齢層の方、うん、お子さんとかも来てますね。ありがたいので、ほっこりできるようなお話をね、これからも続けていきたいと思います。ありがとうございます。で、今ね、おっしゃっていただいた、そのトランプさんの、銃撃の事件があって、本当にやっぱりその政治的にどうこうっていう、立場は私取ってないんですけれども、やっぱり命を目の前にしたときに、やっぱりダメですよね、そういったことっていうのは許されるものではないので、ちゃんと政治の議論で戦っていきっていうところなんで、少しね、今、耳のところ、怪我されてますけど、そこの治療が、まあ、落ち着くということと、あとは会場に支援者の方がいらっしゃって、亡くなられた方もいらっしゃいますし、怪我をされた方もいらっしゃるので、まあ、ご冥福と、あとは早く、ね、回復されるということをやっぱり祈りたいなというふうに思っています。そのトランプさんの、まあ、事件後、やっぱりそのマーケットではトランプさんが大統領になるということを、まあ、前提として物事が動き始めてきたなという印象ですので、まあ、そこを起点にお話を今日していきたいと思います。まあ、いろいろ経済指標を持ってきたんですが、こういったものがもう吹っ飛ぶぐらいの、まあ、内容だったとは思います。トランプさんっていうのはどういうふうなお考えをそもそもお持ちかというと、やっぱり今のドル高はアメリカ経済にとっては良くないよねというお考えをお持ちなので、まあ、ドル高是正のコメントをされていたりするので、為替がやっぱり円高に動いていたりするので、日本経済にもかなり影響が出てきています。それからトランプさんはこれからやっぱり中国に対する対立も高めていく、それから副大統領に就任されるであろう方っていうのは GAFA を撲滅してもいいんじゃないかみたいなことをおっしゃってたりするので、ちょっとテック企業が少しだけ向かい風にはなっている感じなので、本当にトランプさんがこれまで押し出してきた鉄鋼であるとか、まあ、地盤が強いところ、あと金融にもやっぱり緩和していくとか、あるいは仮想通貨暗号資産のところも規制を緩和していくっていうふうにスタンスを取っているので、このあたりの企業がすごく買われているなっていうふうな印象になっています。なので、まあ、SP500 の中ではこれまですごく堅調であった情報技術が売られて、逆にそれがそこにあった資金が幅広いところのセクターに資金循環が始まっているなっていうふうに動きが出てきています。で、特に不動産とか金融とか、あとエネルギーですね、石油とか資源系のところにすごくお金が入ってきたりしています。なので、ちょっと今、すごく転換点というか動きがあるので、いつも見ている SP500 のランキングとダウのランキングそれぞれ見たいと思います。で、SP500 のセクター別の上昇ランキングを見ますと、今日の18日の前場までの動きなんですけれども、赤色、情報技術がマイナス 4.58 と売られています。通信もマイナス5というふうに売られているので、ここまで堅調であったセクターが、まあ、下落しているということなんですね。まあ、ただ、ずっとこれもう5年10年見ると、一番強いのは SP500 の中で、情報技術だっていうのはいつも見てる通りなんで、一時的な可能性はありますけど、トランプさんが就任した時、どうなるんだろうっていうところで一旦、まあ、こういう反応を示してるっていうことですけど、まあ、長い時間軸で見れば、まあ、ここもプラスになるんじゃないのかなと私は見てます。ですが、じゃあ、トランプさんだということを織り込んだ中で、どこが買われているのかっていうと、不動産。それから金融、エナジー、このあたりがやっぱ強いんですね。で、不動産に関してはドル高是正、つまりアメリカの金利を下げていく。金利が下がれば恩恵を受けるのは不動産。今までやっぱり高い金利がなかなかこう住宅市場とか厳しい状況になりつつあったので、不動産はまあ追い風なんだなっていうところで不動産が買われ始めた。
一時期不動産もマイナスの時もあったので、そう。なので、やっぱりここを金利、利下げを下げていくってところで、恩恵を受けるセクターだと見てるんだなっていうような印象です。それから、金融。ここはまあ前からお伝えしている通り、まあ規制を緩和していくことに加えて、仮想通貨、暗号資産の業界に関しても規制を緩和するって言ってるので、ここは随分と動きが出てくるかもしれないし、ビットコインも今値動き出てるんです。のでそういう意味で金融も盛り上がっている。あとはエナジー、まあ以前からお伝えしている通り、トランプの地盤が鉄鋼とかが強いので、このあたりも、まあ、はっきりと資金が流れてきているということです。実際次にニューヨークダウのそれぞれのランキング見ていきますと、週間ランキング、それから月間ともにユナイテッドヘルスが上位なんですね。めっちゃ上がってますね。はい。アメリカの医療保険最大手の企業になるんですけれども、一応トランプ銘柄みたいになってます。まあ民主党の政策の中ではなかなか業績が重しになってるんじゃないかっていうふうに言われてたのが、この医療保険株なんですけど、ここがトランプさんになった場合は業績が改善に期待できるんじゃないかっていうロジックになってて、結構ヘルスケア関連の企業にお金流れてますし、株の中で。で、それ後ほどしっかり見たいと思います。プラス、キャタピラーですね。これは建設用の機械なので、トランプさんは国境に壁作りますっていうことなんで、建設用の機械も盛り上がりそうですし、あとはキャタピラーは鉄鋼とか鉄鉱石の採掘、掘る機械も作ってたりとか、エネルギー関連の機械も作ってるので、ここも派生ですね。エネルギー関連のところの、まあ、採掘がより進むんじゃないか。全然グリーンと逆の方向なんですけど、そこから派生してこんなところも買われているので、ガラッと色合い変わりましたね。国境に壁を作るっていうことはやっぱ移民反対からそういうの作ってる。あ、そうですそうです。不法移民を入れたくないっていう、つまり、自分たちの支持層の白人の方々の労働を奪わないように、彼らに職がちゃんと行き渡るようにっていうのがトランプさんの政策なので、そこから全部波及してきている流れなんですね。なので今まだ確定ではないんですけど、一旦トランプさんで織り込んで物事が動き始めていると、こんな風に金融も色濃く転換を迎えているなっていう状況です。少し今週は動きがありましたし、ダイナミックな動きがあったので、今週ちょっと SP500 の今日のランキング、まあ、昨日の1日のランキングの上位10社だけをちょっと細かく見てみたんですよね。何が起きてるかっていうと、これをがそれぞれどういう会社でどういう業種でっていうのを見ていきたいと思います、はい。これ見ていくと、第1位ソルベンタムという会社、これ見ていくと、ここはグローバルヘルスケア企業なんで、ヘルスケアにお金流れてるんですよね。続いて第2位がプログレッシブ、これ金融の会社、個人とか法人を対象に自動車保険を中心とする損害保険サービス、金融なんですけど、やっぱ金融強い。で、次、ヘンリー社員という会社は、ここも世界最大のヘルスケア製品及び、ヘルスケアのサービスサプライヤー。いや、なんか、そういう動きするんだね、アメリカもっていうさ。日本も結構連想ゲームで動いたりするんですけど、株式市場って。やっぱり明らかにそういう動きがちょっと今出てるので、一時的なものかもしれないですけど、そういう動きが今見られてる。それから第4位、プリンストルマイヤーズ。これも実はバイオファーマー企業なんで、ヘルスケア。それから、FMC という会社。これは農業の会社で、殺虫剤とか除草剤のメーカーなんですが、ここの会社2018年の時の米中貿易摩擦の時に、ここの会社のトップの方が発言されているコメントがあって、米中の対立というのは自分たちに恩恵があると。つまり、中国が、例えばアメリカ産の大豆の輸入に関税を課す場合、逆に自分たちは南米の農家さんとかにいろいろ自分たちの商品を販売したりとか、業績が拡大する要因があるので、米中と貿易摩擦がこう激化すると、むしろ自分たちにとってチャンスだっていうふうな発言もあって、おそらくそれみんな覚えてるんですよね。だから過去、あの時どうだったかっていうのを探してるわけで、そうした時にこの FMC っていうのは農業で、ああ、そっか、米中貿易摩擦で恩恵ありそうだ。まあそういう動きを株式市場はしたり、時にはするっていうことなんですよ。面白い動きをしてますね。そうなんですよね。だけど今お伝えした通り、それなりのロジックがあって、金融であったり、ヘルスケアであったりとか、農業であったりとか、あるいは
鉄鋼とか石油に関連するもう明らかにトランプさんのメッセージ性に連動して、まあ、株が動いているということで、ここはやっぱキャッチしておかないといけないですよね。でもこれはもう数週間前からこのチャンネルで、まあ、その方向性のお話はしてきたので、皆さんもなんとなくついていけてるというか、びっくりはしてないと思うので、先読みをしながらこのセクター分析をするとかなり面白いものになってます。で、日本にお話を移していきますと、日本は円高に動いてます。日経平均4万2000円の水準では PR が 17.46 倍だったので、ちょっと高いけれども、私はその大統領選挙の年は PR が切り上がっていく可能性もあるから、日本も一緒に切り上がる可能性もあるけど、ちょっと今の段階では17倍は容認できてない。だから、1000円下げの、まあ、下落が先週あったんじゃないかと。で、今週もあったということなんで、ちょっと居所感が悪いんでしょうね、まだ日本としては。で、それに加えて円高に推移したので、より日本株としては居所感が悪く下落しているっていう状況です。なので、今日の今のタイミングでは4万円ぐらいまで下がってきているので、これだいたい PER16.9 とか17倍ギリギリぐらいまで下がってきているわけなんで、居所としてはこのあたりなのかもしれないなっていうことです。加えて為替介入が11日、12日と連続ありましたと。連続で。はい。それに加えて、河野大臣、デジタル大臣がですね、トランプさんがドル高是正の話をした後、河野大臣が日銀に利上げの要請をしたのに、またガーンと為替が下がって。河野大臣の発言でですか？珍しい。そうですね。はい。どうしたんだろうっていうことなんですけど、まあ、お発言をされて、それが為替に大きな影響を与えたということになってます。それで日経平均は下がってますという状況なんですね。なので、まあまあ、こんなことがありながら為替が少し下がってきているんですが、まあ、その発言だけでこれだけ下がって、実際利上げしなかったら、それはそれで良かったねっていうか、アメリカの利下げを待つ時期まで、随分と一旦為替調整できてたのかなっていうふうに思いますが、まあ7月の末、それから今後の秋にかけて日銀の動向は、やっぱちゃんと見ないといけないです。で、日経平均の見通しなんですが、いつもの持ってきているスライドのエキスポが終わったので初お目見えということで、はい、今後の見通しを持ってきました。何も変わってません。別に日本の企業業績がどうこうっていう話も、だいたい製造業の方々144円ぐらいで為替見積もってるので、今、為替がぐっと動いたからと言ったとしても、全然随分上の水準です。なので、まあ、8% ぐらいの増益、ちょっと保守、私の中で保守ですけど、それぐらいの増益で見積もっていると、今年この17倍から12倍ぐらいの幅で動く可能性はありますので、出所がいいのは16倍だと、4万円というところまで下がってきているし、全然15倍の3万8000円だってあり得る水準です。一方で、また雰囲気が高まって、PR が切り上がることを容認できれば、17倍、17.5 っていうのもあり得ますので、これぐらいの範囲では全然動きますので、慌てふためないっていうことですね。かつ4万円まで来てますので、1日で800円、1000円は普通に動きます。それはもう仕方がないことなんで、まあ惑わされないというかね、焦らないってことが大事かなと思います。ので、何も体制に影響はないというか、大きなトレンドの方向性に何ら変更はありませんし、もしこの、投稿にタイムラグがあったとしても、トレンドは私、大きな対極観でそんなに動くものではないので、この見通しでやってます。で、加えて、25年度の見通しまでやっぱり一応見ておかないといけないので、日本の企業業績がこの先またプラス 10% 成長するのであれば、25年度、来年に向けてこういうふうな数十感もありますっていうのは全然想定できますので、むしろこれ割高である17倍から割り込んできて、15倍とか14倍入ってきたときは、指数の買いですよね。高くて買えなかった方々がNISAの枠を買い足すみたいなチャンスかなというふうに思って、5万円行く未来もあるんですね。あ、もちろんもちろんありますし、それが3万5千円になる時期だ。あるので、それは買い足すということです。ただ、為替がだから、想定よりも円高になった場合は、話が違いますね。110円とかなってきたら、ちょっとダメです。動きが変わってくる。動きは変わってくるので、日本株のこの 10% 増益っていうのは見通せないかもしれないので、為替の水準感っていうのは今後も確認したいと思います。で、日本株の33業種、毎週持ってきてますが、こちら最新のものです。どうでしょうか？はい、ちょっと気になることがありまして、はい、証券強いですね。やっぱりね、銀行とか証券はずっと強いわけなんですが、ここ、株高の恩恵をもちろん証券受けるだろうとか、銀行は前から言ってる通り、利上げが控えてるので、やっぱ強い
ですね。あとは電気。電気ガスね。ここは、はい、もともとその工場誘致で強かったんですけど、一旦ちょっと売られてる時期がありました。今また強いのは円高に触れると資源の輸入コストが下がるので恩恵だろうっていうところで盛り上がってます。円高メリットの会社であったりします。あとはあとパルプ、はい、紙パルプですね。ティッシュとか、うん、ああいうところですけれども、ここも円高メリットで有名なんです。以前もちょっと触れたことあると思うんですけど、円高に触れると紙パルプが買われるというのはいつものことなんですよね。なのでエキスポで初お目見えした資料がもう一個ありまして、資金フローのシナリオをこれ出しました。メインは国策である半導体とか電力電線データセンター防衛金融と、でここでいいですよという話はしてきましたけども、高すぎて買えない、で落ちてきたところで買えばいいんですけど、メインはここです。だけどもそろそろ4万2000円の時に これ以外のとこないですかっていう意見がやっぱみんな多くなってきたので、循環物色が始まってるなーってところで、このまず食料品、ここやっぱ今日も強いです。もう全般的に食料関係はこれだけ株に景気下がっても強かったですし、あと精密機器も売られ、ちょっと今日はセクターとして売られてましたけども、それぞれ中見ると強い銘柄も中にあったりするので、循環物色の対象はやっぱ間違ってなかったので、金属製品はやっぱり先週だけで、登壇でもここはまだ危ういって私エキスポって言ってたと思うんですよ。ここは本物かどうかわかんないなっていうところで、やっぱり本物ではなかった可能性が高そうです。その後、次なるフェーズも見通していて、景気不安が出てくると、絶対買われるところが建設、パルプ、紙、医薬品。こう言ってたと思うんですけど、今日まさに建設とかパルプが買われて、上がってますので、もう明らかに、時期、この相場感を読みながら、セクターはみんな選べるようになってきたんじゃないのかなと。で、かつ、グロースはですね、今日ちょっとだけ強かったけど、まあ一時的な可能性もあるので、一旦はこの、こちらに書いたセクターのところの、皆さんが勢いが良くなれば上のところに戻っていくし、不安感が高まると、まあ建設、医療、紙パルプみたいな、円高メリット。そしてここにまあ電力ちょっと加わりますけど、みたいな、なんかそんな感じになってきているので、まあそういうふうに相場見ていただくと、まあわかりやすいのかなと思います。はい、以上です。参考になりました。ありがとうございます。はい。ちなみに、まぶしさんって、はい、いろんなメディアに出演されてるじゃないですか。うん、そういった情報って、うん、まあ、先に情報を取って、どこに出演するのかって把握しておきたいんですけど、はいはい、どうしたらいいですか？だいたいインスタグラムのストーリー、24時間で消えるところにアップしてて、そこでテレビの出演とか出してます。で YouTube でちょっと言い切れないところもあったりするじゃないですか、はい、なんでテレビ東京さんに出るときとかはもうちょっと専門的な話ができたりっていうこともあるので、ぜひねテレビの出演とかはインスタグラムのストーリーからよろしくお願いします。そうですね、 YouTube でまぶしさんのこと興味持った人もメディアの方でもちょっと見てほしいですね、うん、あ、そうですね、はい、よろしくお願いします。今回の動画、TwitterX、Instagram でも投稿していますので、ぜひフォローよろしくお願いします。今日の動画がいいなと思っていただけた方は、ぜひいいねボタンと通知ボタンとチャンネル登録もどうぞよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。